3月13日、ロサンゼルス・エンジェルスで大谷翔平の通訳を務める水原一平氏がロックアウト中にチーム職員を一時退職し、新労使協定締結後、ロックアウト解除後に復職したと地元紙、オレンジカウンティレジスターのジェフ・フレッチャー記者が明かした。ロックアウト中に、球団スタッフは選手会に所属する選手との接触は一切認められず、メジャー1年目から大谷翔平の通訳を担ってきた水原氏も例外ではなかった。通訳だけでなく、キャッチボールや車の運転、買い物など多方面から二刀流をバックアップしてきた水原氏は、一時的に職員を辞めることで普段と変わらずサポートができたようだ。ロックアウトという異例の事態の水原氏の対応を、米データ分析会社、カディファイベースボールは変化に対応したと評すると、地元メディア、アナハイムスポーツは、一平は相変わらずすごいと称賛している。来月7日のヒューストン、アストロズ戦で開幕するエンジェルス。昨季アメリカンリーグ MVP に輝いた27歳は、今季も水原氏と共に大きなことを成し遂げてくれるに違いない。MLB、投手、大谷翔平は、調整順調2月に球を受けた、正捕手が証言、大谷の状態は、グレートキャンプの本格スタートは14日。スタッシの談話を米記者紹介前大リーグ。エンゼルスのキャンプは14日、日本時間15日に本格的にスタートする。マックス・スタッシ捕手は2月上旬に大谷翔平の球を受けたという。大谷の状態はグレートだったと語ったと米記者が伝えている。開幕まで1ヶ月を切り、各選手は調整を進めているが、スタッシは先月、アリゾナ州にある野球練習施設ドライブラインで大谷翔平の球を受けたという。スタッシの談話を伝えたのは MLB 公式サイトのエンゼルス版。レッドボリンジャー記者は自身のツイッターにこう記した。マックス・スタッシは健康で充実のオフシーズンを過ごせたと話した。そして、アリゾナのドライブラインで2月上旬に、翔平大谷の球を受けたという。大谷の状態は、グレートだったと語ったスタッシは、昨季、チームの捕手として、最多の87試合に出場し、13本塁打を放った。今季も、正捕手としての活躍が期待される。4月7日、同8日の開幕戦、アストロズ戦のバッテリー、大本命の2人の調整は順調のようだ。エンゼルス開幕投手筆頭は、大谷翔平マドン監督今季も、先発6人制でシーズン戦う方針示す。エンゼルスのマドン監督は、今季も、先発6人制でシーズンを戦う方針を示した。現時点で、開幕投手の筆頭は、大谷翔平。メッツから加入した速球派の右腕シンダーガードは、右ひじのトミー・ジョン手術から昨季終盤に復帰したばかりで、未知数な部分がある。レッツから新加入の二刀流選手ロレンゼン。若手のサンドバルとスアレスの両左腕。4年目の右腕キャニングらがローテーション候補となる。エンゼルス大谷翔平がキャンプ施設入り、マドン監督は去年同様の活躍見たいと大きな期待、MLB、テンピ、米アリゾナ州、阿部太郎、大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手、27が13日。初めてキャンプ施設に入った。14日の全体練習を翌日に控えて、身体検査などを受けた。ロックアウトで、キャンプ開始が1ヶ月近く遅れ。今後は、わずか4日間の練習を経て18日からのオープン戦に臨む。4月7日の開幕戦に向けて、急ピッチで負を進める。午後4時27分。アリゾナキャンプの本拠地、ディアブロスタジアム裏の駐車場に、大谷翔平が現れた。
上下黒のスウェットに、黒のキャップ。白地に金色のラインが入ったアシックスのシューズ。足元に差し色を入れたモノトーンのおしゃれなコーデで、颯爽と登場し、入り待ちを続けていたファンの声援に右手を挙げて応え、関係者入り口に入った。それから約2時間。身体検査などを終え、太陽が沈みかけた頃に帰路に着いた。この日は取材陣への対応はなかったが、マドン監督が会見し、昨季MVP の活躍を見せた大谷翔平への大きな期待を口にした。昨年同様の活躍が見たい。そんなに欲張ることはない。まだ会話はしていないが、彼はうまく準備するだろう。雲一つない青空の下、指揮官は晴れやかだった。昨季からの二刀流としての調整法については、去年は大谷翔平と会話をして方向性を決めたが、今年は大きく変えることはないと思う。今季はナショナルリーグでも DH 制が採用されるので、投げるときにしっかり打てるかどうかの確認は必要だ。出場制限をなくして9勝。46本塁打と歴史的な活躍を果たしたやり方を基本的には貫く。正捕手のマックス・スタッシは活躍に太鼓判を押した。2月にアリゾナで球を受けたが、素晴らしかった。今年もすごい1年になる。昨年の結果に対し、彼は重圧を感じないと思う。いい日も、悪い日も常に同じように振る舞う男。常に貪欲な選手だ。伝説を作った1年は序章に過ぎない。同僚の言葉は、大谷翔平のさらなる進化を予感させた。